高く作られることによってですね、ここにマイクロ波によるあの波乗りの加速の原理が書いてありますが、一番右の小部屋に電子が入った時は、電解の向きが左向きになるようにうまくタイミングを合わせております。そうするとそれ以降はですね、うまいこと電子が光の速度で左に進むとですね、ちょうど次の小部屋に入った時は電波が左向きになるようなタイミングが合わせます。で、前の小部屋に電子が入った時は電波が原子力発電所の中、原子力研究機構の中です。ああ、人形と原子力機構が共同して、あっちはそうするとヘビウムガスがなんか水素ガスみたいなものから発射するか、ここは電子と、だ反電子、陽電子。陽電子はどうやって作るんですか？陽電子はその電子を重金属に貼っていて、それどうやって使うんですか？
だから今も使わない。スプレーがいるんじゃない？え、スプレーがいりますよ。あの素通りしてるでしょ。